はじめまして、中川ひろみと申します。内科専門医、臨床遺伝専門医、がん薬物療法専門医です。臨床遺伝専門医とがん薬物療法専門医を2つ持っている非常にレアケースでですね、世界的にも大変珍しい専門医です。よろしくお願いいたします。では、こちらの動画では、自閉症の遺伝子検査で人生が変わることもあるっていうことをお伝えします。これはうちのホームページに載せてるものなんですけれども、自閉症の遺伝子検査で人生が変わることもある。それは事実です。遺伝子検査は必ず結果が出るっていうわけではないですけれども、遺伝子検査が提供できる情報というのは時としてですね、治療や予防の指針を与えてくれることがあります。で、アメリカではですね、実は自閉症と診断された3人に1人が遺伝子検査を受けています。でですね、これはアメリカの記事から取ってきて、うちのホームページに載せているものですが、自閉症の遺伝子検査で治療選択肢が全く変わってしまった A 君のことをご紹介します。で、2000年代に A 君が生まれました。で、すぐにですね、状態が良くないってことが明らかになり、新生児スクリーニングで検査で問題があると分かりまして、NICU に送られました。で、それから15年近く前のことですので、全くですね、検査技術が発達してませんでした。ので、それ以上、遺伝性疾患のことは調べることができなかったんですね。で、すぐ退院できましたが、1歳になってもハイハイできなくて、お医者さんとかは大丈夫って言ってたんですけど、他人を無視する傾向とかあったりとか、それは聴覚障害のせいだとか否定され続けて、4歳になってようやく自閉症と診断された。で、A 君親子はですね、遺伝子検査を受けて、で、ある遺伝子の変異があることが分かって、それがですね、A 君の自閉症とか、知的障害などの原因になっていると考えられたということでですね、遺伝子検査って良くも悪くも結果が出た時には白黒はっきりつくので、そこが一番いいところですね。でですね、 A 君のこの検査の結果がですね、 A 君のケアを大きく変えることになりました。確かに変異した遺伝子を変えるってことはできないんですよ。近未来も多分そこまではなかなかいかないと思いますね、すぐには。だけど、そういう根本的な治療ができるかって言ったらそうじゃない。だけど、例えばですね、足の骨が変形してしまって、足のアーチが歪んだり、歩くのが困難になっていたってことに対して、そうするとですね、整形外科の先生とかそういうお子さんを見ると、骨を、アーチが歪んでるところを治せばいいんじゃないかとか、というふうにして手術を進めてたんですけれども、結局その骨の変形の原因が神経の問題なので、手術をしても再発するってことが分かったんですね。なので余計な手術をされずに済んだってことです。何回手術してもうまくいかない、ね、どんどん悪くなっていく可能性の方が高いですよね。闇雲に手術しても良くならないと。だから原因が分かるってことはですね、いいことなんですよ。遺伝子検査っていうのはですね、これをしないと、これがないと自閉症が診断できないっていうものではないです。だから診断を目的のとしたものではないです。ただですね、自閉症のですね、その遺伝子検査の結果によってはですね、治療や予防的な方針がですね、全く変わってしまうことがあります。例えばですね、心臓病とか、あと肥満とか、腎臓病とかの病気になりやすいとか分かっていることもあるので、ストロークですね、脳卒中とか、心臓の発作ですね、というものをどうして防いでいこうかとか、どう早く発見しようかとか、そういうことを考えることができるようにもなりますし、あとですね、突然変異しているってことによる具体的なリスクを知るってことはですね、お父さんお母さんがですね、次のお子さんを増やすのか増やさないとか、増やすためにはどうするかとか、そういうことを考える一助にもなるので、やっぱりですね、遺伝子検査ってそんなに頻回に受けないといけないものではないので、その時の全身状態によって結果が変わるっていうものではないので、やっぱり一緒に1回はですね、何かあったら受けておけばいいんじゃないかなと。で、親から子へ受け渡していくのが遺伝子なので、そうするとご自身が例えば誤飲者キャリアスクリーニングテストなんか受けていただくと、大体何個か持ってるんですね、その病的な遺伝子を。じゃあどういうものがお父さんお母さんにはあって、あなたにはこういうものがいってるかもしれませんって、だから自分が、ね、適齢期になったらこういう検査をしましょうとかって言ってあげられるってこともすごく重要だし、だからそういう遺伝子検査ってもっともっとですね、皆さんの人生の中に取り入れられて、ライフスタイルを考える時の一助に参考にしていただけるようになっていただきたいなって思っています。で、あとですね、
アメリカの小児科学会と遺伝医学ゲノム学会のですね、ガイドラインっていうのがありまして、実はですね、お子さんが自閉症って診断された時はですね、いろいろと選択肢があるんですけれども、マイクロアレイをやって、何も出なかった場合は遺伝子検査をしましょうねっていうのを出してるんですね。ところが、これがですね、浸透していないんですよ。浸透しない理由はですね、その臨床医たちの無理解っていうのがあって、アメリカですらそうなのに、日本だとさらにっていうのがあります。で、実はですね、今まで遺伝子検査というものがされてなかったがために、一見普通に見えてた人が、実はっていうのがあるんですよ。なので、こんなものが出たのってすごい私もびっくりしたんですけど、病気として診断するには、このカフェオレスポットっていうのがいくつもないといけないとかっていう基準があるんですけど、その人1個しかなかったんですね。1個ぐらいじゃ単なるシミとかって思って本人たちも気にしないじゃないですか。ところが、いや、お父さんにも実はありますとか、で、子供にあるかどうかは分かりませんが、自分もその ASD で、でもコミュニケーション能力がすごい開発されて、今何も問題なく見えてますって本人が言ってましたね。でも一体診断はされてます。で、そこのお子さんがやっぱり ADHD でいろいろと問題があってすごく悩まれてきたんですけども、なのでやっぱりですね、そういう方々ってやっぱり遺伝子検査してあったって分かると、子供を作る前にやっておけばよかったっていうことをすごくおっしゃるんですね。だからやっぱりもっと気軽に自分の遺伝情報をちゃんと確認していただけるようになりたいなと思って、私こうやって大学病院とかにいなくて、性格的に向いてないのでいられないんですけどね、はっきり言ったらすいません。なんだけど、やっぱり皆さんからアクセスがしやすいようにっていうことで、こうやって巷で開業して全国から患者さんを受け入れてますので、ぜひですね、特にやっぱり思い当たる節のある方は受けていただきたいなと思います。でも思い当たる節がなくても、やっぱり検査してみたらあったりすることもあるんですよ。これ浸透率っていう問題がありまして、そういう遺伝子に変異があっても全く症状として現れない人たちもいるんですね。例えばその上染色体優性遺伝に限った話なんですけど、浸透率っていう話はアンジェリーナ・ジョリーで有名になった BRCA1-2 っていう乳がんの遺伝性乳がん卵巣がんの遺伝子あるんですけど、あれ 80% とか 70% なんですね、生涯で乳がん発症する確率って。だからそれを浸透率っていうんですよ。疾患を発症する確率のことを浸透率っていうんですけど、浸透率 100% でない疾患もたくさん、むしろ 100% でない疾患の方が多くてですね、実は知らない間に持ってたりもするんですよ。なのでやっぱり遺伝子検査っていうのはもうちょっとしっかりと家族計画の中に組み入れていただきたい検査だなと思ってます。以上です。ミネルバクリニックでは皆様の妊娠出産とか、そういう人生計画、家族計画にかかるたくさんの場面で皆さんをサポートしたいと思っておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。よろしくお願いいたします。